100年後のポケモンにありそうなこと。ポケモン図鑑が1万匹になっている。今のこのペースで増え続けると100年後だったら1万匹になってるんじゃないでしょうか。ポケモン言えるかなも1時間を超える曲になってそう。タイトルに色を使いすぎて無理やりつけた感が出始める。色とか宝石とかやってるけど100年後はいよいよどうしようもなくなってるはず。ポケットモンスター薄焦げた赤、ポケムシタ緑。ポケモンの名前が100文字まで付けられるようになってる。ポケモンの名前も昔は5文字、今は6文字。どんどん文字数多くなってるから、100年後は100文字ぐらい付けられるようになってそう。冒険の舞台が聞いたことない国とかになる。日本各地、ニューヨーク、フランス、ハワイ、イギリス、スペインとか来てるけど、100年後はもういい感じの国がなくなり始める。新しい冒険の舞台はボスニア・ヘルツェゴビナ地方。ピカチュウが伝説のポケモン扱いされてる。ピカチュウの銅像がゲーム内であって、崇められてる設定とか出てくる。100年後のピカチュウの扱いどうなってるのか真面目に気になる。ほほ、画面から映像が飛び出る機能が追加される。どんどんグラフィックも進化してるポケモンだから100年後もすごいはず。手元で立体映像を楽しめる革新的な機能が追加される。手元で立体映像、あれ？